さあ両チームの選手がこの味の素スタジアムのピッチに登場してきました。ヴェルディは今日も入れてホームゲームは残り2試合、午後2時3分キックオフの笛が吹かれました。左にエンド緑のユニフォームがホーム東京ヴェルディ、そして右から左へと攻めていきます。ここでカットだ、若さがカット、藤田の森田がパス交換、そしてここで遠目からシュート、新井のシュートですが、ここはキーパーセーブ、徳重のセーブになります。まあ、これ枠うまく飛ばしましたよね、はい、ちょっとカーブかかったですね、選手たちで固まって少し離してばらけました。長崎のコーナーはヘッド来た、押し込みました、角田先制、長崎コーナーキックから取りました。ドンピシャでしたね、この秋野のボールも良かったですけれども、キーパーから逃げてくるようなボール、まあボランチなんかもセンターバックのポジションスペース消してますね。あ、ここはマイクマが行ってマイボールになった、カヨセザール、そしてルアンが運んでいきながら木田を使う、ザ・オーバーラップ、ヨレナが見せますが中に行った、木田まだある、シュート来た、大竹追加点、2点目がすぐに入りました。なかなかこのところ複数得点が少なかった長崎ですが、前半のうちに2得点です。これですね、カットインしてこう入ってくるんですけど、その後一瞬止まったんですよね、ベルディの選手がね、ハンドって言って、コーナーキック、ルアンからのボール、このセカンド遠目から打っていった、強烈、そのセカンドはフラッグ上がっています、オフサイドです。まあ、最終ラインの真ん中の選手なので、まあ、ここでドリブルで入っていく、木田が持っていってシュート、ナイスキーパー、このセカンド狙った、これからのブロック、平のブロックでした、加藤のシュート、外し方はまあ今長崎とするとあのカウンター入った時にこの加藤だったと思いますけど、はい、若さからファーサイド、7番のヘッド、ゴールキックになります。ね、逆サイドにこう叩きつけてくれればよかったですけど、まあ、こういうほぼ毎試合こういういいシーンは作るんですけどね。もうすでにコーナー始めています。あ、ここで長い笛が鳴りました。